はい、どうもオチャです。ちょっと遅れましたけど皆さんメリークリスマス。クリスマスは皆さんどうでしたか？まあギルティー勢の方は結構社会人が多いと思うんで、まあ仕事漬けでね忙しかった方もねたくさんいると思いますが、まあ今をね乗り切って大晦日休みの方も結構いると思うんでね、頑張って大晦日休みにたくさんギルティーをしましょうということで、今日もシーンを使ってランクマやっていこうと思います。ね、4ピンの21段がいるね。辻武4さんお願いします。この前の動画でソルに2連敗しちゃったんでね、ちょっとそろそろ勝っとかないとねまずいかなと思いますんで、はい、頑張っていきましょうということで、相手めっちゃトータル1686もやってますね。まあ俺も人のこと言えないんですけど1000超えてるぐらいにはやってるんですけどね。やっていきましょう。開幕とりあえず安定行動の演出で相手が何をしてくるか探って次のターンに対応していくって形かな。とりあえずは開幕はね、個人的にレオ戦は開幕爆捨てとか多いイメージなんで、爆捨てにはエルク、ジャンプにはマイパンから 6割は嘘だわ、4割は削れる。ガード固めてくるんで投げていきましょう。崩れましたね。暴れる、そこ暴れれるんだ。割られたの初めて。うわー届かなかった。ここガード固めますね。まあ下手に暴れられるよりはやりやすいんですけど、うわーちょっとコンボ喋ってると成功しねえわ。コンボチャー黙ります。さあ OK、 うわー、まあこれやりますよねって。さあ開幕足払い、足払いじゃねえ、エルク暴れてきましたね。俺が投げると思って暴れたんかな、分からんけど。さあリバーサーで出してくる 1F だから出しやすい。どこに行ってんねん、まあ、せめてバースト使わせて巻きたいですね、負けるなら。あ死んだ。これのやばいところはコンボのつなぎパーツってのがやばいですよね。単体でもめっちゃ減るのにさらに繋いできますからね、コンボのね途中に。それがやばいと思います個人的に。これ投げれますね。まあやります。あよかった、あぶね、投げ漏れ。タッチ系で割られるなあ。対応してきた。うわーマジ、やってくると思った。さあゲージ 75% 使わせて、こっち側に売りって言ったけど当て身取られて、コンボつながれて、おぶね、うまいな、なかなかやるな。ここうわー今のひどいな、持続に当たったよ、ジャン系の。うわーキャンセルされたな。ちょっとあれっすね、これじゃ短すぎるんでやってくんないだろうな。どうしよう、やろうか。あれこれは多分違うな、意図的に落とされたやつじゃないと思う。さあってことで22段キャラを おそらくソル、どうだろう、アンサー、おお頑張ってるな、アンサー。あランクダウンマッチ来た。なんかもういっそのことランクダウンしちゃいたいってのもあるんですよねなんかなんだろう、なんかもう一回
リセットしたい。ランクダウンの恐怖をね、味わいたくないっていう。リワさん出しづらいっしょ。うん、ここヘル、アンサー減るな。結構紙なのか、お前。お前結構紙なのか。なんかまだ勝っちゃいそうだな。また俺は負けて、あー JD が出なかった。また勝っちゃったな。なんか これ多いんですよね、ランクダウンで勝って。なんか、なんだろうな、やっぱね、一回すっきりしたいっすよね、負けてね。これだってまた負け続けてランクダウンが多分発生すると思うんで、いいっすか。あんま勝てない赤段から。うまい、データループ。データループもなんかキャラゲンとかでしたね、確かね。あー、直画したんだったら別に勝利じゃなくてコパンでよかったね。ここで、うわー、近づきすぎた。いや、真の2敗置き攻めに使いやすいですね。持続が長いからちゃんと重なってなくても結構当たってくれるし、ペダループ難しそうね。つかマジ減るな、かわいそうになってきた。うわー、これね、ダッシュ慣性がつく駒投げっていうね、すごい。だから運ぶんだよ。やっちゃった。いや、勝ったなら2回ストレートで勝ちたいよな。あんまね、あ、やった。最近昇竜が出ない病、タカキャン。これなんか2回連続で負けてまたランクダウンマッチ来そうだな。すごいストレスなんだよな。まあ、ここで勝とう。ちょっと本気出します。さあ、しっかり相手を対応していく感じで。やっちゃった。さあ、どうする。確定バース踊ってくる。見くくってダウン取れない。ボラれた。ボラれたって言い方じゃないか、これは。これどうすればいいんだろう。やった。オッケー、やわっけー。マジでこれだけで殺せると思わなかった。根性値あんのかこいつ。柔らかすぎじゃないか。直画確認はしてないな。アンサーの当て見て確か、待って、コンボ失敗したくないから喋らない。なんかアンサーの当て見て、当て見取られてもその後直画したらなんか隠るんじゃなかったっけ。クソ弱いんだよね確か。かわいそうなんだよ、だからこのキャラ本当。よかった、これでしばらくはランクダウンマッチの恐怖に怯えなくて済みそうですね。はい、ということでね、今日はこんな感じの動画になりました。やっぱり芯使うときはあれですね、しっかりコンディションが抜群のときに使っていこうと思います。はい、ということで終わろうと思います。
失礼します。